どうも、ドメアンテニスチャンネルの MJ です。今日は両手バックハンドの右手のグリップの、違いによって、まあ、薄いか厚いかでコンチネンタルかによって、まあ、打点だったり、まあ、僕なりの弾き方だったりっていうのを、ちょっと説明できたらなと思います。まずは、まあ、一番オーソドックスな、コンチネンタルグリップから、いきたいと思います。コンチネンタルグリップの、まあ、打点としては、まあ、一番わかりやすく言ったら、踏み込んだ前の足の延長ぐらい、踏み込んだ前の足の延長線上ぐらいに、ぐらいで打点を取ってもらったらいいかなって思います。それよりもちょっと後ろになってしまうと、ちょっと詰まってしまうかなっていう風になるんで、前すぎても力が抜けてしまうんで、踏み込んだ前の足の延長、これちょっと今日打っていきたいと思います。フォアハンドに比べてバックハンドはちょっと打点がまあ後ろになるかなと思います。ちょっと引き付け気味で、フォアハンドは結構前で捉えて、まあ、ここからリストワークで回転をかけていくっていうイメージなんですけど、バックハンドはこのリストワークをグッと使っていくっていうのが結構難しいんで、まあ、そのまままっすぐ当てて、そのまままっすぐフォロースルーしていくイメージなんで、まあそこまで前じゃなくてもいいかなって思います。逆に前すぎると、コンチネンタルグリップで前すぎるとこういう風にボール飛ばなくなってしまうんで、少しボールを引き付け気味で前の足の延長ぐらいでボールを捉えてもらうですね。の方が体も使いやすいんで、はい。次はコンチネンタルグリップよりも少し薄めに握った場合の、打ち方だったり引き方っていうのを、説明していきたいと思います。例えばプロで言ったら、ナダル選手とか、結構多分まあ、低逆になるんですけど、薄めに持ってはると思うんで、薄めに持って、少し打点が前になります。薄めっていうのは前になるんで、その分さらにボールを押していかないと、ボールにこう力が伝わりにくい、ボールに回転がかかりすぎてボールが浅くなることが多いんで、薄く握ってる方はフォロースルーを長く取るイメージを持ってください。いつもよりもフラットに当てて、長くスイングするイメージを持ってもらったらいいかなって思います。打点は前の足の延長よりも少し前になります。少し前、前の足の延長だと少し面が上向きになる可能性があるんで、少し前で捉える、そこからさらに前に押していくイメージを持ってもらったらいいかなと思います。あと薄いグリップでラケットを引いた時に、どうしてもこう肘が曲がってしまってちっちゃく引いてしまう可能性が結構あるんで、これをやってしまうと打点が近くなったり詰まってしまう、フォロースルーもちっちゃくなってしまうっていう風になるんで、ちょっとゆとりを持って大きく引いてもらった方がいいかなと思います。ぐっと大きく引いてからさらに前に大きくスイング、ちょっと大きめのスイングを意識した方がいいかなと思います。ちょっと打っていきたいと思います。薄めのグリップ、薄めのグリップはどうしても勝手に回転がかかってしまうんで、ちょっとネットすることが多くなってしまうんですけど、それはボールの弾道をもうちょっと上げてもらうか、ボールをしっかり押していくかしてもらった方がいいかもしれないですね。こうならないように、こうならないように強く振りすぎて、強く振りすぎてボールが浅くなる、回転ようとしてもネット超えない、ネット超えてもボールが浅くなるっていう可能性が結構高くなるんで、しっかり厚く当てる、まっすぐ当てる、まっすぐ当てる、まっすぐ当てるっていう感じです。はい、では3つ目、今度は
薄いグリップとは逆にちょっと厚めのグリップ、厚すぎるとさすがに打てないんでダメなんですけど、ちょっと厚めのグリップですね。これでちょっと厚めのグリップでバックハンド打つ人って結構多いと思います。これはもう全然何ですかね、いいと思うんで、僕も場合によっては割と厚めで打つ場合も、打つ時も結構多いんで、まあその打点だったり打点っていうのをちょっと説明したいと思います。で、打点は前の足の延長で捉えてしまうと、だったりもう少し前で捉えてしまうと、ここの手首が曲がってしまうんで、この手首が曲がってしまうと力がボールに伝わりにくい、でボールにちょっと巻きやすくなってしまうんで、手首が伸びてるところですインパクトなんで、少し前の足よりも、後ろ、まあ、自分の横ぐらいですかね、これは自分の横ぐらい、ここぐらいですぐらい。ただ横ぐらいでインパクトするってことは、大きく引きすぎるとちょっと遅れる、振り遅れる可能性があるんで、これはちょっとコンパクトに相手に面を向けた状態で、この状態でちっちゃく、ラケットを引いてもらう、体のターンでラケットを引くような感じで OK です。体引いてもらってインパクト、でこれはまっすぐ、フォロースルーはもうどれも大きく取ってもらったらいいかなと思います。ちっちゃくイン、テイクバック引いてもらってから自分の横ぐらいでインパクト、大きくスイング、これもちょっと打っていきたいと思います。厚めのグリップで、ちょっとフェイスをこう開いたような状態でボールに対して近づいて、入ってもらうといいかなと思います。伏せすぎてしまうと、さっき言ったように手首がこう曲がった状態で当たっちゃうんで、ボールにちょっと力が伝わりにくいかもしれないです。ちょっとフェイスを開いた状態でまっすぐインパクト、開いた状態でまっすぐインパクト。打点が詰まってしまうっていう人は結構この時にフェイスがこういうより外側向いてしまって縮こまる時が、多いんで、となってしまうとフォロースルーもちっちゃくなってしまう。全体的にゆとりを持ってもらってスイング、全体的にゆとりを持ってスイング、これも打点前になりすぎるとが曲がった状態で当たってしまうんで、ボールがなかなか飛びづらいです。こうなってしまうんで、ちょっとボールを引きつけてもらって、引きつけてもらってから、引きつけてもらってからスイングしていけるといいかなと思います。でこれのちょっと厚めのグリップの、使いどころというか、僕の中の使いどころとしてはリターンですね。リターンの時って僕コンチネンタルグリップで握ってるんじゃなくて、フォアハンドのグリップで握ってるんで、例えば速いサーブとか来た時、バックハンドに来た時ってどうしてもグリップチェンジがちょっと間に合わなくて、厚めのグリップでリターンすることが非常に多いんですよ。なんでその時にちょっとフェイスを開いた状態でコンパクトでまっすぐ当てる、開いた状態でコンパクトで当てる、これをどうしてもこうギュッとやってしまうと面がこう下向いた状態で当たってしまって、ボールが飛ばなかったりネットしてしまったりということが多くなるんで、リターンの時とかはよりまっすぐ当てて相手の力を使いたいってなるんで、そういう時に厚めのグリップでこうダーンと当てていってもらったらいいかなって思います。僕の中の、厚めのグリップの使いどころ、ちょっと使い分けてもらってもいいかもしれないです。普通の時は、コンチネンタルグリップで握るだったり、ちょっとボールに回転をかけて、相手をまあバックハンドでも追い出したいとか、ちょっと時間を作りたいときは薄めのグリップで握る、リターンだったりコンパクトに合わせてまっすぐ当てていきたいときは、厚めのグリップで当てる、っていう握るっていう風にちょっと使い分けてもいいかもしれないです。まあ決まったあれはないんで、いろいろ試してみてください。はい、今の3つですね、
コンチネンタルグリップと、ちょっと薄いグリップと厚めのグリップで、まあ、打点の違いをちょっと見てもらえたらなと思います。ボール打っていきたいと思います。まずはコンチネンタルグリップでいきます。はい、次はちょっと薄めのグリップでいきます。打点少し前になると思います。最後、ちょっと厚めのグリップでいきます。ちょっとだけ自分の体の横ぐらいで捉えると、捉えていく打点になると思います。はい、まあこれもさっきも言ったんですけど、いろんなところで使い分けてもらったらいいかなって思うんで、皆さんもぜひ試してみてください。